今日の動画はですね、皆さんと一緒に闇のサイトを、見たいと思います。まあ、定期的にね、闇の動画もやっぱ上げとかないとね、闇を欲しているこの視聴者さんがね、一定数いるようなので、私のチャンネルには、今日見るサイトは魚肉病院というね、もう病院と魚肉ってこうくっつけちゃダメなのよ、絶対魚肉も病院もそれぞれは別に悪いものじゃないのに、くっつけることで異常に不穏になりますからね。で、女の子たちが5人患者さんかな、もう不穏なのよ、カーソルを合わせるだけで。ね、やめて、そういうなんかぐちゃってやるの、なんか不安、なんかね、子供ねとかも不穏ですよね。なんか俺鼻血ブーしてない、これ。で、遊び方ちょっと読みます。遊び方、あなたはすごい薬を持っています、です、います、です。どんな病気も治ります。女の子6人、薬は1粒、治せるのは1人だけということで、1,2,3,4,5,6 人いるんだ。あ、なんかタイトルは5人しかいなかったんじゃない、どうなんでしょうね。いないよな。なあ、でもここになんか変なんか線がある。あ、隠れてんのかこれなんか一人いるけど、ちょっとじゃあ見ていきますか。うん、どんな子がいるのかってことだよな。俺のお眼鏡にかなう子ですよね。直した方がいい子、この子は直してあげたい、全員直したいですけど、6人のうち1人しか直せないから、ちょっとね、できるだけいい子を直したいっていうのは、やっぱこれ人間なんでね、そういう感じあるじゃないですか。はい、なんかちょっと肌の病気なのか。病室21号室。はい。患者、サーシャレンコン。どういうこと名前なのかあだ名なのか、何なの、サーシャレンコンちゃん。年齢は18歳。月光症。あー、なるほど。月の光浴びたらまずいのか、違うね。満月の夜に変身する狼男にちなんでつけられた。これが月光病なのか。月光症か。実際は、一度発症したら日中問わず症状は持続進行する。あ、じゃあもう一回も月の光を浴びたことはない子なのか、この子は。浴びたらもう狼男っていうか、狼になっずっと狼女になっちゃうから、もう浴びたら最後ってことですね。結構かわいそうだな。皮膚の表面に硬く針のような毛が生え、また皮膚自体も青銅のような色に変化する。原因は不明。この病気にかかると体から鉄サビのような体臭を発することになる。いや、ちょっとこれかわいそうだな。めっちゃ直してあげたい、ちょっと思いは強いですね。あ、で、下がサーシャレンコンちゃんのあれかな、感情とかが書いてあるのかな。私すっごく可愛かったんですよ。いつもイチゴみたいにいい匂いがしてたんですよ。本当なんですよ。それがこんな嘘みたい。早く元の可愛い私に戻してくださいよ。自分がかわいそうって抱きしめたくても、この毛が痛くてできない、やだ。あー、ちょっと、まあまあまあ、かわいそうですよ。めちゃくちゃかわいそうだし、うん、すごく、まあ、ご気持ちは察するんですけど、ちょっと私すごくかわいかったんですよ。まあまあ、かわいかったんだろうけどさ、ちょっとなんか自分で、そう、自分のことかわいいっていうのを、まあまあ、自信を持つことはすごくいいことなんですけどね。まあちょっとなんか、うん、まあまあ6個持ってたらね、薬6個持ってたらあげますけども、1個しかないのでお薬をあげると、やんねえよブスっていうのがありますけど、やんねえよブスはちょっとあんま選びたくねえけどな。でも、やんねえよブスで1回戻らなきゃダメってことなのかな。ごめんね、別にブスだと思ってないよ。はいはいはい。で、いろいろこう見ていって、一人を選ぶってことですね。まあ、全員選ぶことになると思うけど、じゃあこの子。病室12号室東。はい。患者、捨て飯。なんだその名前。そのあだ名なのか？捨て飯っていう名字じゃないよね。捨て飯祐介みたいな名前じゃないよね。年齢17歳。急性人形症。およそ異常なスピードで頭髪が伸びる病気。人形症なのそれ。あ、だからこんな髪の毛が長いんですね。なんかちょっとギャルチックな子かな。本患者のケースでは毎朝切っているが、夕方には膝あたりまで伸びている。夜間も止まることがない。頭髪の伸びるスピードが異常に速いので、他のところに栄養がいかず栄養失調になりがち。そのため過食症と併発するケースもある。あ、ちょっとこれか
普通にかわいそうだな。さっきと同じですね。めちゃくちゃかわいそうですね。どっちがまあかわいそうかっていうことでまず考えてみます。どっちがかわい病気の重さ、治してあげた方がいいのかと、その人の人格、この2つを加味して私は、治してあげる薬を誰にあげるかを選びたいと思うんですけども、まあどっちかな。狼女になったとして別にまあ生きることはできるのかな。もちろんしんどいとは思うけども、捨て飯ちゃんはなんて言ってんの。食べても食べてもお腹がいっぱいにならないの。やっと一人で三つ編みお下げができるようになったの。確かに三つ編みになってたりするな。こんなんじゃちっとも可愛くない。それを飲めば普通に戻れるならお願い、私にください。おお、なるほど。まあ態度的には捨て飯ちゃんの方が態度はいいですね。はい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 。まあまあちょっとね、自分のこと可愛い、私は可愛いんだからって。確かにね、この子もまあみんな可愛いが好きな子たちなんだな。あー、まあなるほどなるほど。まあどちらかというと捨て飯ちゃんにあげたい気持ちはあるな。うん、まあこれは違いますよ。やんねえよブスなんて思ってませんよ。これ押すしかないから押せるだけです。なにこれ、なんか博士みたいな、頭大爆発してるけど、この子。うっ、病室18号、善子、なんだ善子、良い子。なんかこれは髪の毛がなんか羽みたいになってんのかな。ハーピーみたいなね、デビルマンのに出てきそうな女の子。筋膜性天使症候群。天使なんだ、すごい病名だな。筋肉の引きつりをウイルスがたまり、遺伝子が書き換えられる病気。すごい難しいこと書いてあるよ。症状は様々だが、顔から羽が生えてんのか。あー、ちょっとかわいそうだな。ちょっとっていうかめっちゃかわいそうなんだけど、瞳がキャッツアイなり、あー、猫目になってんな。顔面の皮膚がひび割れを起こすのが大半のケース。ケースってことは結構いるんだな、この病気の人。別名噛みつき。16歳か。昔は病気という認識がなかったので、神が取り付いたと言われ崇められたという。昔からまあたまにあった、まあ本当にまあ数万人に一人とかの難病であったけど、病気ってことが分かったってことですね。まあ結構なったらやだな。やだな。善子、絶対おかしいよ。知らない人がいっぱいお見舞いに来て私の体をさするんです。新人深いお年寄りなんかが大半だけど、たまに若い人も。おかしいですよね。私には神様がついてるんですって。神様なんていたいない。いたらこんな目に遭ってない。あー、かわいそうだな。あー、かわいそう。みんなかわいそうだけど、この子にあげたくなるな。そうですね、善子ちゃんが一番かな。髪の毛伸びる方がまだ、まあでもこうなんだろう、羽が生える以外は別に栄養失調とか体になんか重い何かがあるわけではないの か異常に毛深いの最上級みたいな感覚で考えたら、まあ死んだりとかはないのかもしれない。そう考えたらってことだな。なるほどね。この子はメガネっ子ですね。病室12号室。あ、13歳、若い、一番若いですね。修羅の花。あ、もうちょっとどうにでもなれって顔してるけどな。みんなオラに元気を与えてくれみたいな。あ、でも口から血出てるよ、この子。メンデルスゾーン症候群。何それ、メンデルスゾーン。ベンツか。高度の熱に浮かされる病気。あ、もうこれも一番しんどいじゃん。原因は中枢神経に寄生するアテムという小さな虫。おお、ユウギくんが、ユウギがやったのか。この虫は体へ送る指示や信号を狂わせてしまう。大半の確率で幻覚症状を伴うため、患者には拘束具の着用が義務付けられている。本患者はしていないが原因は不明。確かになんでこの子はしてないんだ?もうなんか暴れてる感じというか、もう自我がなさそうな、確かに。見た目してますね。修羅の花。よー、チェケラッチョ、サンドの飯より僕の花。サンドイッチは空に当たらず、お前の瞳はランドセルの一やに過ぎず。ケケケ、どいつもこいつも私も病気呼ばわりするんだよ。ひどい話だと思わない、お母さん。お母さん。
お母さんに話しかけてる。ああ、ちょっとかなりかわいそうじゃないですかこれ。相当かわいそうですね。うん、これは直してあげたい。一番直してあげたい。だってもう自我がないんだものね。あ、なんかどんどんかわいそうになっていくな、この鼻ジブの子は。病室0号室。朝夕毎日明日萌えちにゃ。どんな患者や。15歳。高赤血症か。赤血球とかの病気か。名前に赤がついているが、その反対で血液の中に含まれる銅の量が異常増加するせいで血液自体が青くなる病気。あ、確かに鼻血が青いですね。なんかちょっとピッコロさんとかね、あのナメック星人とかね、別のなんか星の人は別のね血の色団に描かれたりとか作品ではするけども、この赤は赤金銅の別称のこと。あー、なるほど。この高赤血症の赤っていうのは血が赤いっていう意味ではないよってことなんですね。増えすぎた銅に血管が耐えきれず、本患者など鼻血が出やすい体質の患者などは一日中鼻血が出る。一日中青色の鼻血が出る病気ってことか。一日中はやばいな。あ、ちなみにこれ、レトルトトリビアでなんですけども、私、人生で一度も鼻血を垂らしたことがない。へーへーへー、3へーでした。はい、俺鼻血なんか垂らしたことないんだよね。ね、鼻水はあれなんですけど、花粉症の時期とかよく垂らすんですけど、なんか鼻のなんか何そういうのは強いのかな。鼻血は垂らしたことが人生で一度もないんですよ。朝夕毎日明日萌えちにゃんはなんて言ってんでしょうかね。他の病室のみんなは元気ですか。みんなが似合うねって言ってくれたこの若草色の服もこんなに汚しちゃった。毎晩真っ赤な海に溺れる夢を見るんです。私の血はこんなに嫌な色をしているのに。かわいそう。みんなかわいそうだけど、やんねえよブスって。これ誰なんだよお前。お前毒素だ。毒素野郎というかね、毒図だけどねこいつ。でも誰かは直してあげたいという気持ちはあるんだな。いいものは持ってんのに。これ何これ。あ、いる。なんでこんな隠れてんの。なんかバグってんのかな。病室01号室白チュームデイドリーム15歳。ウイルス性細胞硬化症。細胞が硬く変化して皮膚の上に盛り上がる病気。あ、なんかバラみたいになってるよ。別名花弁病。本患者はまだその段階まで行っていないが、放置しておくと硬化した皮膚が本来の皮膚に食い込み、激しい苦痛と流血を伴うケースもある。目にも生えてる。その薬を飲めば助かるの。もう一度日の目を見たい。これ紫外線に当たると進行が早まるんだ。お日様の下で駆け回るの、お日様の下で駆け回るのが大好きだったのに、まるで本物の花みたい。お願いお願い。いやー、かわいそう。めっちゃかわいそう。このワンピースでもねいますからね、そういうね病気というかちょっと似たようなね、石ができちゃうような。なるほどね。治せんのは一人。じゃあ他6人はどうなるんだろうな。じゃあまあ、悩むな。この子結構きついよ。自我がないんだもんな。まあみんなかわいそうなんだけど、まあ鼻血はまあ、いや、なんなの、鼻血ずっと血が出て続けてるから相当しんどいというか、普通に血液足りなくなったりとかはすると思うけど、じゃあまあ、ちょっと自我も全くないっていうのはあまりにもかわいそうかなと俺の中で思う。まあなんかちょっと幸せそうにも思うけども、この子が治ったらどうなるかも見たいので、まずはこの子を、メンデルスゾーン症候群のこの子を治してあげましょう。お薬あげる。どうなったの。あっ、他はなんか魚肉になってる。でこの子だけ治ってる。ちょっとまずこれ見てみる。この子がどうなったか。はい、感知。あ、よかったね。やったーっていう感じに見える。ここは OK で、わー恥ずかしい。やっぱり今までのこと全部病気でした。なんか変なこと言ってませんでしたか。言ってましたよね。殺してくれ。でも治ってよかった。そうっすよね。
まあまあ、よかったよかったとは思うわ。この子は治ったってことですね。ただ他の子たちが、じゃあこの子、なんか肉みたい、ちょっと一瞬めっちゃ怖い顔なってるじゃん。狼になったってこと？なんで私を助けてくれなかったんですか？私が何か悪いことしたんですか？誰を助けたんですか？ずるい。サーシャが一番かわいそうなのに。白蔵済み、地蔵済み。いや、誰が一番かわいそうかはわかんないんだけどさ、俺はこの子がかわいそうかなと思って、まあみんなマジで同じぐらいかわいそうではあるんだけどさ、ねえ、一個しかないのよ仕方ないのよ。あ、なんか肉みたいに一瞬映るのよ。あー怖い。この子はあれだな、髪の毛伸びる病気。やだ、このまま一生このままなんてやだやだやだ、おかしい、絶対変だよ。もういっそ髪と一緒にこの体につながれたチューブも切っちゃおうかな。これないと死んじゃうんだよね。でももうそうするしか。やめてーやめて、俺じゃないよ。悪いのは病気で、僕ではないんです。悪いのは病気じゃないんです。つらいよ。この子、天使病。やっぱり神様なんていなかったんですね。だったら私に取り付いてるのは一体何なんでしょうか。助かった他の子には神様がいたのでしょうか。全員死ねばいいのに。やばいって、もうしんどいこのゲームあ、この子はあれか、鼻血の子。あ、目が。誰なの？誰が助かったの？全員絶対見つけ出して殺してやる。退院なんてさせるものか。よりひどいことになるんだ。絶対に許さないから。あんたもね、許さないからね。いや、もう薬1個しかないんだよ。ちょっとなんか殊勝な子たちだったじゃん。助かりたくてそう演じていて、まあいや演じてたとかじゃないな、もうそういう気持ちになるよな。ごめんな、俺が悪いんじゃないんだよ。俺が悪いんじゃないんだ。誰も悪くないんだ。薬が1個しかないから。あれか、バラの子。そう、仕方ないよね。僕が人間で亡くなったのが悪いんだよね。いいのいいの、他の子を助けてくれたんでしょ、ならいいよ。でもその子、みんなにリンチされないか心配。僕はそんなことしないさ。ちょっと待ちましょうよ。せっかく助かった子をなんかするのはちょっと違うんじゃないかなみたいなとこはありますけどね。ちょっとそれぞれ、そう、プライバシーを守って同じ病棟に入れないようにして、なんかちょっとわからないようにして、誰が助かったとかさ。これ何？あ、作者さん。ん？コシセさんでいいっていうことなのかな。めっちゃ眠い。お、ツイートある。どうしてどうしてないの？作者さんのツイッターどうしてないの？なんでなんでないの？いや、おかしい。消したの？なんか怖いわ。消された？作者さん消されたの？消されちゃったのかな？悲しすぎるよ。じゃあこれでトップに戻ったらもう一回別の子を直すみたいなパターンが見れるんだよな。じゃあ順番に直していきますか。他の子たちの反応は同じだけど、この子が治るからね。はい。なんでこの子だけちょっと見えない感じになってんだろうな。まあここ同じなんだよな。絶対に退院なんてさせるものか。いやー、ちょっと、あ、こんな感じの子だったんだね。完治。本当にもう一度何にも考えないでお外に出ていいんだよね。すごく嬉しい。夢みたいだ。こんな僕でも自由になっていいなんて本当にありがとう。絶対恩返しに行くね。ああ、いい子だよ。めちゃくちゃいい子。この子はなんかね、他の子、一番いい子説あるよね。治らなかったとしても、なんかちょっと危害は加えないよ、みたいな。でも危ないかもね、みたいな。ああ、一番いい子ですよね。この子がちょっと、一番怖い。絶対殺してやるって言ってるもんね。あ、この子。ケセラセラ！この世から脱出しなければ汚れてしまう。司法から自分を、え？いじめにかかっているお化けたちの行進が、あー、やばいなー、やばいことなってるねー。神様なんかいなかったんですね。いやー、あー、これないと死んじゃうんだよね。あー、まあ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 、まあ、この子があれだな、一番攻撃的なんだな、鼻血の子が。こう見ると、なるほどね。じゃあちょっとこれ戻って、じゃあ次は鼻血の子に。あれ、これ読んでないか。あれ、これ読んでない。
ツンくん元気にしてるかな、地獄にいるんですよ私の恋人、悪いことしたら地獄にいるんです、元気かな、あー昨日ゼンコちゃんも私に挨拶しなかったから地獄ですかね、綺麗な海にいる私の地、え、あれこんなんだった、え、いやなんか言葉変わってんだけど、なんで、まるで地獄だな、ここには無限の苦しみがあるだけだよ、辛いこと苦しいこと束の間の快楽、でも目が覚めたら元通り、え何回目なんだろうね、ほら薬をちょうだいよ、わかるでしょ助かりたいの、これが本音なのか、え、みんなの本音も見れるってことか、これ2週目だとみんなの本音が見れんだ、いいよ言いたいことがあるんなら言えば、またなんでしょ、そういう声が聞こえるんですよね、いやはや全く不思議不思議、お腹痛い痛いだね、辛い辛いだね、かわいそうに、早く死ねるといいね、やめましょうよ、やめましょうそういうね、わかるけど、へえ、またまた神様ですか、こんにちは、いい加減説法にも飽きましたよ、私は偽りの神様ですよ、そういう設定にしないとみんなが喜ばない、仮初めの記号としての神です、あなたはどうですか、何でもできる全知全能の神なら教えてくださいよ、何回目ですか、みんなの本音が、ジャンヌは私のこと笑ってるんでしょ、いつまで経ってもここにいなきゃいけない私のことを、いいよ笑ってよ、笑ってもいいよ、遠い国には輪廻という言葉があるみたい、私たちもうそこには帰れないね、さよならだね、もう二度と会えないなんてことはないけどまたね、どうしたのみんな、あー退屈ね、え薬くださいよ、いいですよ何でもしますよ、飲めば可愛い私に戻れるんでしょ、束の間でも戻れるんでしょ、何をしてほしいですか、何でもしますよ、したいんでしょ、いいですよ、ボタン一つで何でも操れる神様は、俺のこと言ってるボタン一つで何でも操れる神様ちょっとちょっと、ここもなんかブワーってか、でもみんななんか楽しそうなのに、これもともと友達同士なのかな、いやー、もともと友達だったらどうしようね、ちょっとツンくんっていう恋人を殺したのかな、ゼンコちゃんもなんか仕事してるよな、ゼンコちゃんってどれだっけ、この子か、いや恐ろしいね、この子は直してないよね、まだ直しますか、はい直った、僕はそんなことしないさ、そうだよね信じてるぞ、あーよかったよかったけど、あなた一番ちょっと攻撃性が高いからさ、私だけ助かってもよかったんでしょうか、他のみんなはどうしてます、でもよかった、もし治ることがあったらと思ってこの服最後の回は着ないでおいたんです、似合います、この緑色の服が似合う子なんだな、ただブチギレてるからな他の子は、いやーなんちゅうゲーム、すごいゲームだな、じゃあ初めと色違うのかこれ、こう考えたら違う、いやそういう感じかな、あ変わってる、なんか変わってるじゃん、一個一個変わっていくの、誰か一人だけ病気が嘘だって言ったらその人はみんなに殺されちゃいますよね、私がお母さんなんです、私が嘘なんですよ、そうでもしないとみんな一緒にいられないんだもの、だから薬はいられません、え変わっていくんだ、夢が見たいなら帰ってこれ以上遊ばないで、シロサギみたいだったあの頃はもう戻ってこないんです、サーシャも何度もハサミで、雑誌のスクラップが散らばっててあんなの見たくない、無駄なのに、ちょっと悪いことしなければ地獄に落ちませんよ、同じ病気になりたいんですか、まあうつる病気じゃないから血液抜いて青く染めて戻して突っ込んでぐっちゃぐちゃにしなきゃいけないんですよね、わざわざやってあげるんですよ、感謝してください、ちょっとみんな、修羅の花ちゃん絶対私たちと違いますよね、一人だけ外見がおかしくないなんておかしいですよね、あの子だけ抜け駆けしてるんじゃないですか、殺したい、束の間じゃなくて永遠にって話ですよ、いやでもこの子でもさ、修羅の花ちゃんこの子でしょ、私がお母さんなんです、私が嘘なんですよ、そうでもしないとみんな一緒に、あ、本患者はしていないが原因不明、この子だけ狂って本当は嘘だったってことかな、すごいことになってきた、
ジャンルは70年前に死んだわ。うんと年上だったのに。ねえ、いつまで続くの？もうやめたい。抜け出したいよ。そんな薬じゃなくて、本物の治る薬をちょうだいよ。お願い。外の世界はどうなってるの？ねえ、どうなってるの？ジャンルって誰なんだよ。ねえ、気づいてますよ、本当はさ。それともまだ気づいてないんですか？え、何のこと？ゼンコちゃんのこと？ゼンコちゃんじゃないわ。修羅の花のこと？じゃあこの子治してあげるか。まあ神様病ですね。よかったね。神様はいたんですね。あなたが私の神様だったんだね。暗い道で一人うずくまっていた私を光の中へと導いてくれてありがとうございました。すごく幸せです。なるほど。うん、ここはまあ変わんないんだな。みんな他助けた時のセリフは変わらないと。あー、なるほどね。でこれでトップに戻ると、うわー、やっぱ変わっていくんだ。いいね。おい、なんだこれ。ちょっとなんかクレヨンみたいな。おい、今すぐブラウザ閉じろ。見せ物じゃねえんだよ。ちょっと待ってくれって、本当に俺に当たるな。目が乾いてきた。そうよな、鼻血がな。そろそろみんなの不信感も募ってきた頃ですね。いやー、バレてる。誰が黒幕？黒幕がいる？不死。そんな薬無意味。ちょっと怖いってこれ。なんなん？じゃああげるわ。寸分違わず、肩ごじの耳。なんだこれ。どういうこと？どういう世界観？俗。みんなの後ろ姿。この子たちが治ったやつも見たかったけど。なんで前見てる？あっ！この子、黒幕？前見てるもんな。ああ、同じの押しちゃった。族で、これ島。怖っ。作者のとこにこいつがいる。黒幕だったってこと？俺じゃあ黒幕助けてんじゃん、初めに。そういうこと？また来るよ。あ、戻ったのか。いや怖いな。まあ、直してない子まだいるから、まあ、この子直した時のやつ見てないから、やっぱ変わってってんな。あ、こんな見た目してんの？髪の毛ないと。三つ編みって言ってたもんね。長い間ずっと髪の毛で前が邪魔だったから、いきなり視界が開けるとちょっと照れる。助けてくれて本当にありがとう。いや、それは良かったけどね。でこれで戻って、でちょっと変わるよね。お腹すいたな。ふわふわの卵をかけた美味しいご飯が食べたいな。メイドのジャンルが特製ソースを作ってくれるはずなのに、きっとすごく美味しいの。また食べたいな。薬欲しい。ちょっと変わってる？どうやら提督2度目のご来店ですな。見てなかったのか？違う？白爪草がよく似合うね。そう言ってもらえたんです。いたんですよ、私にも恋人。ツン君って優しい男の子でした。もういませんですけどね。死んじゃったんです。私ももうすぐツン君のところに行けるんでしょうか。ツン君地獄地だけどな。日の目を見たいと願うことがいけないことなら、もう人間じゃないのに、のね。本当にもう違うのね。いっそお花みたいに首だけ摘んでくれてもいいんだよ。どんな音がすると思う？神は平等になんとやら、この間ここに来た人が言ってました。それともこんなに毎日辛い私のことも神様ちゃんと見てくださってるんでしょうか。どうなんでしょうか。生まれてこの方、自分が可愛くなかったことなんてなかったものですから、今はすごく困ってるんです。雑誌のモデルの写真をビリビリに切り裂くのはもう飽きました。天罰なら勝手に降るはずですし。はあ、ここの2回目は見てなかったのかな。いや見たよな。2週目だから変わってる。じゃあこの子直してあげて。いい顔してる。ああ、まあ可愛い子であるな。可愛い可愛い。ほら、私がこんなに可愛い。見てみてどうですか。いい匂いもするでしょ。いちごのいい香り。すごく幸せだから、あなたのこと好きになりそうです。あ、そうですか。ありがとうございます。あ、でこれで戻ると、
あで、ここで2個目になるのか。じゃちょっとどうしようかな。この子に、この子をちょっと黒幕なんだとしたら、お薬あげない方がいいよな。お薬をこの集会であげたとか関係あんのかな。この子いい子だから直してみようか。おお。へえ、ケセラサラ。この子黒幕だからなんかできたりとかはないんだよな。うんうん。でもここは同じだからトップ戻って、でここにこうなるのか。この子怖いからお薬あげましょう。はい。でそうするとまあこうなって、でこれは同じだから戻る。そしたらこうなる。無意味。あ、あ、いや、あ、あ、ちょっと待って、変なとこ消しちゃったかな、ごめんね。戻って、あ、そっか、これ戻んなきゃいけないんだ、こうやって。そうね。誰が黒幕？この病気にした黒幕がいるってこと、それとも作者だったみたいなことかな。はい、うわ、怖いね。こいつだけ前見てんだよな。まあそういうことなんだな。終わりだよ、また来てね。ここでもう来ないようすると、え、何、消火器。いや、なんでやねん、ゲームが成立せんやろそんなこと言われてもあー、すごいゲームだな。これは独特の感性お持ちですね。また来るよ。あ、多分これで全部やりきったんじゃないでしょうか。いや、面白かったね。いや、怖い、怖いサイトでしたね。ただ病気で、まあ、かわいそうな人を、まあ、自分のね、まあ、物差しですけども、まあ、選んだりとかして、なお、6人の中から1人誰直すみたいなゲームだと思ってたんだけど、まあ、その中に実は1人、ね、黒幕というか作者さんなのかなみたいな、まあそういった存在が混じっていたってことなんですかね。いや、怖いわこれ。魚肉病院でございました。いや、これはなんかね、まあ10年前とか20年前に実はね、ホームページ上に怖いサイトがありましたみたいなのはよくあったんですよ。フラッシュとかそういう時代でね。で、まあそういうのを昔のやつを探したりとかして、実況することもあったりはしたんだけど、やっぱ最近はなんかね、ゲームになってたりとかが多いんですけど、やっぱこうやってホームページの怖いサイトみたいなのもやっぱ味があっていいですよね。やっぱこういうサイトどんどん増えてってほしいな。なんか、うん、やっぱインターネットの古き良き時代の怖さみたいなのがね、すごく感じられて、面白かったです。ご視聴ありがとうございました。皆さんなら誰が一番直してあげたいですか？誰が一番かわいそうでしょうか？もちろんみんなかわいそうですけどね。誰を直してあげたいか、まあ、コメント欄で書き込んでみてください。お疲れ様でした。俺は黒幕を一番初めに直してしまいました。